ち。なんすか、不思議だな。なんで、この間のあの、お絵描き動画の時でさ、ゆみっちょの絵心がないっていうのがもう、はっきり分かったもんね。自分の顔に化粧するのはちゃんとできるんだよな。うん。あんだけ、絵がボロボロでも。まあね、そりゃそうですし、自分の顔っていうガイドラインがあるんだからさ。うん。うん、唐突に何なんだろう。自分の顔がガイドラインってことは、うん、人の顔にやると、あの、お絵描きと同じような結果になってしまう可能性が高いということだな。いや、そこはわかんねえよ。だって、人の顔にやったことねえもん。やってみる？え？いや、最近メンズメイクってあるしさ。そうなんだ。まあでも、せっかくなんで、君も試してみたらどうだい？じゃああれだよ。じゃあ俺にやるからっつってふざけてなんか変な、いじるのはなしだから。やるからにはもう、美しく仕上げてもらわないと。美しくは自信ないけど。じゃあ、やってみますか。始めていきますよ、早速。ちょっとね、あの、このまんまだと顔がテカったりとかするんで、特に男子、うん、ちょっとこれつけていきます。イニスフリーっていう韓国のメーカーのパウダーつけていきます。ちょっと今目つぶって。あ、なんかよくこんなことされてる人見るよ、なんか、うん、ちょっとテカリを抑えればいいから。あ、いや、ピーちゃんそのまま目つぶってくれる。うん、で、ピーちゃんの場合、白髪が混じってて、ちょっと真っ黒だと、眉毛が濃くなりすぎるんで、このグレーのアイブロウを使います。これ、ダイソーで買いました。うん、アイブロウをするときなんだけど、ちょっと鼻かじるよ。小鼻の脇と、この目尻、結んだ延長線上に、が、こう、眉毛の終点になるんで、そこに、点打っときます。で、この、黒目の終わりぐらいのところが眉山の終点。次は眉山終点です、うん、で、こうこことここを結んでいく感じで、はい、マロは何度かでおじゃるみたいな感じにならしたい。それは何だ、うん、今はマロだよ。これ結構難しい、うん、人にやるのってさ、すごい難しいでしょ。だからさ、どこが行ったの。そこまで変なことにはなってないと思うんだけどさ、ここの眉頭の部分が、うん、あんま描きすぎると濃くなりすぎるから、眉頭、名前こう指でぼかしていきます。うん、ちょっと変わった。ちょっと片っぽだけやったけど、見てみて。本当だ。すごいな。変わるでしょ。変わるな。変わるでしょ。すごいな。妹みたいになってる。うん。男子の場合、結構こういうキリッとした方がいいのかもしれない。右手だと描きづらい。ちょっと待って。私さ、何を隠そう。化粧するとき左なんだよ。で、人間の顔ってさ、そもそも、あの、今はね、アシメトリー。シンメトリーにはできてないからさ。そうだ。うん、ある程度、アシンメトリーになるのはしょうがないと思ってくれ。右が釣り目で左が垂れ目ってやつよく見るから。そんなやついたっけ。あの、美容師でもないのにさ、人に化粧するってやる日が来るとは思わなかったよ。俺逆にメイクさんとかで自分のやる方が苦手とかっていう人もいるのかな。どうなんだろう。まあこんな感じだろうな。おお、椿って感じだ。こうすればさ、ほら、うん、あのビフォーアフター比べてみれば分かると思うんだけど、うん、キリッとした感じにはなるでしょ。ほらほら、アニメチックに。元気ですか。やりやすくなるでしょ。元気ですか。顔芸が。これは何、普通にこうやって顔洗えば落ちるの。これはあのクレンジングで落ちる。あの、よくコマーシャルでやってる泡モコモコモコって言ってバシバシやってる。あ、それじゃなくてあのクレンジングオイルとか、うん、化粧落とし専用のやつがあるから。クレイジーなオイルがあるんだ。うん、それで落とせばいい、うん、あとね、こう今私使ってるやつなんだけど、こういうパウダータイプのやつあるんですけど、これ開けると3色あるの。で、この一番軽い色でここに、ね、眉毛だけじゃなくて、眉毛だけじゃなくてね、ここに影を作ると、あの
すんげえ細かいとこなんだけどね、ノーズシャドウと言います。こうするとね、彫りが深くなったように見える。彫りが、あのちょっと、あ、でも確かになんか、あ、本当だ、あのちょっと鼻高くなったように見えるでしょ。なんか濃くなったな。うん、まあ、こういう風にちょっとした化粧でこう顔の印象ってだいぶ変わるんで、メンズメイクというものもちょっとやってみてはいかがでしょう。こういうあの50近いおっさんでもだいぶ変わるからね。若い人はやればもっと変わると思うし、男性用の BB クリームとかも最近売ってるから、男性もこういう化粧するっていう時代はもうすでに来てるので、やってみるっていうのもありかもしれないです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いいですか。